数々のツアー勝利に貢献した G410 シリーズ。ブレずに飛ぶピンの革新的製品開発力がさらにブレない、さらに飛ぶクラブを生み出した。強弾道で狙えるアイアン形状の中空ヘッド G425 クロスオーバー誕生。打ちやすいですね。いや、アイアン型で飛ばしたい人はすっごく好きだと思います。かっこよくてシャープなのに楽、スイートスポットがすごく広くて、ある程度どこに当たってもちゃんと狙ったところに飛んでくれるので、安心して打っていけるんじゃないかなと思います。やっぱアイアンっぽく打てるんで低い球も打ちやすいですね。結構風にも強いような感じの球なんで。おい、いいぞめっちゃ上がってくれる。初速もそうですし、その飛んでる感じも強いボールが飛んでるなっていう印象はあったので、前に行ってくれそうな、風に負けないボールが打てると思います。極薄で高強度のマレージング C300 フェースとピン独自の中空構造の組み合わせが最大のキャリーを生み出す。すごい優しい、かなり上がりやすいのでめちゃめちゃいいですね。まあ本当にこういうのは僕らプロが好む仕様になってますね。フェード、ドロー、低い球、高い球っていうのに応えてくれる、そういうクラブになってました。すごいですね。もう捕まった球も打てそうですし、なんか本当気にもいけるし、ちょっと飛ばそうと思えば距離も出しそうですね。もう本当操作しやすいですね。球曲げようと思ったら曲げれますし、まあ、ドローもフェードも低い球も自由自在だと思いますね。操作性の高いアイアン形状で自由自在に狙える、究極の重量周辺配分設計によりミスにも強い。かっこいいな、めちゃくちゃテンション上がる。あ、黒にしてめちゃくちゃ良くなった。打ってみて球も上がりますし、しっかり捕まってくれますし、でしっかりスピンが入ってるんで、もうロングアイアンとしてはもうグリーンでも止まるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。ミスに強いっていうのも、まあ、はっきり現れるクラブかなっていうのはありますね。まあ、本当にちょっと厚く入ったりとかしても、まあ、ソールでしっかり滑ってくれて球を運んでくれるんで、まあ、本当にアマチュアの方にもおすすめかなっていうのは思いますね。マットブラックのアイアン形状で精悍なルックスへと進化。疎水性の高いハイドロパールステルス仕上げが全天候で安定したスピン量を可能にした。打感、はい、すごい柔らかくなってました。気持ちのいい音もしますし、かといってこう高い音でもなく、あの 手にくる感触はすごいソフトでした。ヘッド内部に心地よい打球音を生み出すサウンドリブを搭載。ハイブリッドは、優しく拾いやすく、そしてこう穏やかな弾道でピンに飛んでいってくれます。そして自分で球をコントロールしてビシッてかっこいい球を打ちたいっていう方はクロスオーバーを進めたいかなと思います。ハイブリッドはこれを使うことによって簡単にボールが上がって力を入れなくても上がってくれるので、しかも飛ぶし、こっちに関しては飛ぶ方とかはこれを使ってもらうとマントビだと思います本当アイアン系が好きな方は特におすすめですね。これが使えたらかっこいいです、マジで。ティーショットで使いやすそうです。アイアン好きにはたまらないと思います。強弾道で狙えるアイアン形状の中空ヘッド、ブレない革新、さらなる勝利へ G425 クロスオーバー。ブレない飛び G425。